銀座でクラブなど4軒のお店を経営する白坂亜希さん。クラブのママとして活躍する一方、大学の講師として女性の生き方について講義をしています。白坂さんの実家は大分県竹田市にある音楽家滝廉太郎の旧家。女は男の後ろでという父のもと厳しく育てられました。子供の頃は結構活発というかおてんばだったと思いますね、はい、九州の土地柄どうしても男尊女卑なので、まあ、私のようなおてんばみたいなのはこう割と叩かれるっていうか。高校を卒業し早稲田大学に入学した白坂さんは1年生の時にクラブでホステスとしてデビューしました。そして在学中にママとなり、そのまま就職しました。当時女性が働きにくい時代に男女逆転で、女性が全てを取り仕切ってその男性が下働きをするという全く男女逆転の世界で、もう日々こう自分を磨く作業と21でありながら人を使ったりとか、そういうやっぱりことを任せられるというのが面白くもあって、もうそのまま卒業しても新卒でそこに入るという感じでした。白坂さんは29歳で自分の店を持ちましたが、そこからは苦難の連続だったといいます。スタートはまあ順調だったんですね。でもお店を2店舗に広げたことで、まあ、いわゆるビジネスの世界、男性の領域に入って、男性の領域ですよ、当時とすればに入ってしまう、私のことは応援できないっていう男性が多かったんだと思うんですよ。そのあたりでざっとお客様が、去っていき、もう本当にまたゼロからの出発という感じになってしまったんですね。京都造形大学と東北芸術工科大学が合同運営する東京芸術学者。どん底から這い上がり、銀座でクラブやバーなど4軒を経営するまでになった白坂さんは、10月からここで講師として講義を始めました。テーマは銀座のママに学ぶ人間力、女子力、ビジネス力。講座には同世代の女性が多く集まりました。女性ってっていうと男性には悪いんですけど、常にこう生き方を模索してるんですよね。意外と男性って模索まではないと思うんですよ。会社に入ってじゃあ自分がその会社でどういう仕事をしようとか、どういうポジションをしようとかっていう模索はあると思うんですけど、生き方そのものの模索っていうのはやっぱり女性だと思うんですよ。だからそういう女性の模索するエネルギーっていうか、そういうのすごく感じました。白坂さんは女性の生き方のポイントは調和力だと指摘しています。男同士だとやっぱりどうしても戦闘態勢になっちゃうんですよね。そこに女性が入ることでうまく調和をして、いいビジネスの話ができるっていうことはすごく多くて、そういう人と人をつなぐ調和力っていうのも女性独特の能力だと思うんです。そういうその女性らしさをこう引き伸ばすような、そういうビジネスの関わり方をこう働いている女性に伝えたいなと思います。銀座に店を開いて16年、バブルの崩壊に加えリーマンショック、そして震災。銀座の街は暗いといいます。白坂さんは講義の後半、受講生とお酒を飲みながらお酒にまつわるエピソードや銀座の楽しみ方を伝え、かつての華やかな銀座の復活を願っています。銀座らしさって何が銀座らしいかというと、やっぱり格調の高さだと思うんです。お客様が銀座に来ると変わるんですね。銀座の男になるんですよ。すごいなと思って、だからさすが銀座だねっていうことで、やっぱり皆さん銀座の良さをまた見直してくださるんじゃないかと思うので、どんなに苦しくても格調の高い銀座らしいことを発信していこうと思います。